こんにちは。こんにちは。いやー、ここ全部回しましたよ。そうだね。はい、野戦の跡があるね、だいぶ。そう、つらかったけど、これ、なんかすごいオリジナルガチャだよね、このお店の。正直、理解ができてないんだけど。エスパー育成ガチャガチャ。はいはい、妖精だね。うん、妖精。的確なツッコミありがとうございます。3つのミッションをクリアし、豪華景品をゲットせよ。はい。ガチャガチャで3つのミッションがあるって意味わかんないけど。まずミッションは、はい、ガチャガチャの中にあるエスパーチャレンジ券をサイコキネシスで当てよ。まあサイコキネシス、多分エスパー券が中に入ってんのかね。そのアダマシン持ち合わせてないけど。エスパーチャレンジ券が出たらミッション2へ、はい、エスパーチャレンジ券以外の商品も入っています。まずはエスパーチャレンジ券をミッションまで引くと。はい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 、はい、でミッション2が選ばれたカードのマークをテレパシーで当てよ。ほう、当てることができればミッション3へ。ここら辺がよく分かってないんだけど、うん、もうここ意味不明。テレパシーで当てるって意味分かんない。でミッション3は吊るされたいろんな景品を投資して、その中から大当たりの入った紐を切れ。はい、もう意味がよく分かんないです。ここではできないよね。店内に入るのかな。多分店内の商品から好きなものを選んでねみたいなものじゃないのこれって。そうなのかな。とりあえずこのエスパーチャレンジ券を引きましょう。はい、はい、また遠い物語、冒険が始まるのかな。長い旅が始まるな。おっ、え、さっきさ、黒色でさ、当たりだったよね。これ最初からエスパー初手当たりいったんじゃないこれ。あるかな。来た。え、これ、え、ほ、あ、本当に当たりだ。エスパーチャレンジ券じゃない。お、すごいすごい。エスパーチャレンジ券、店内でミッション2にチャレンジしよう。店内なんだね、やっぱり。来た。もう行っちゃうか。あ、じゃあ店内行っちゃうよ、もう。はい、じゃあちょっと店内でエスパーチャレンジしましょう。これは何なんですか。これね、はい、第2ステージ、まあ、第1ステージこの券が出たら、はい、第2ステージでトランプのマークを当てるんだよ。はい、まあ、はいはいはい、テレパシーで私の選ぶカードを、まあ、当てて。はいはいはい、ジョーカーとかやめてください、はい、一応4種類というか、この真ん中で、ね、すごい、ドキドキしてきた。レトルトさん、はい、心が読まれてるよ多分。どちらがエスパーとしての能力が高いかっていう。これを、いや、多分ね、俺多分こうスマートな感じ多分出てるから、クローバーを選んでくれたんじゃないかな。なるほど。開けちゃっていいですか。ファイナルアンサーですか。え、これでファイナルアンサー。あ、揺さぶってきたよ、だいぶ。もしかして俺のこと好きかもしれないから、ハートにしよう。ハートでファイナルアンサー。じゃあ開けてみてください。これを当たってたら第3セリのこれに行けたんじゃない。え、何これ。で、これ紐切って、あの、押してきて、もうこれでもう当たりがここまで来ると当たりは確定するんで、何かしらもらえたんですけどね。もうこれやりてぇ。これ残念賞でメダルに入れるから。あ、ありがとうございます。残念賞でもメダルはもらえるんだね。あ、これ店内で遊べる。遊べるメダル、はいはいはい、これちょっと、もう一度ちょっと外から出直してきます。ミッション1からちょっと出直してこよう。これ面白い。一発でミッション1は突破できたからね。結構でもミッション1のくじは多そうだよね。そうだよね。来た。お、すごいよ、まさかのパチンコ玉一つ。余韻じゃん。すごいね。すごい。これはガチャガチャの景品としては最も一番下かもしれない。お、あん、ん、何これ？何これ？風船。クローバーでもハートでもなかったからね。そう。来た。お、黒はもう当たり。黒はもうミッションだね。黒確定だからね。よし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 。でさ、前回、はい、あのクローバーでした。うん、スペードか、スペード。うんうん、ここでちょっと決めておこうか。うん、俺ちょっと惑わされたからね、さっき。さっき俺ハートを選んだじゃん。そうだね。だからちょっと店員さんもあえてハートを選んでいくんじゃないかなと。あ、なるほど。ちょっと当ててあげようみたいな、なんか優しさが出て。ハートで。じゃあ2回目。2回目からが逆に難しくなるんですよ。今度読み合いが出ちゃうので惑わしに来た。じゃあさっきあれを出したから、あれを、あれをさっきは、さっきはダイヤか。あ、ダイヤ。今回はこれを出しています。じゃあ投資するわ。エスパーだもんね。うん、
これね、はい、多分変えてきてる。あ、ダイヤじゃない。ダイヤじゃない。でね、俺ね、さっきハートとスペードの名前を出したんだよね。はい。で、さっき店長はダイヤを出した。そして唯一残ってるかわいそうなクローバー。これはクローバーだよ。なるほど。うん。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。そう、カメラマンの人言ってダメよ。この人店長さんが言わなきゃ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。これは当たってんじゃない？残念。惜しい。いや、これ残念賞。出直します。レトルトさーん。